皆さんこんにちは、奈良です。本日は埼玉県飯能市にあります武蔵ヶ丘ゴルフコースのラウンド動画になります。ここのゴルフ場は三菱電機レディースの会場で、トーナメントのことやコースの紹介ができればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。ここ13番パー4ですね。ここはどういうホールになりますか？はい、ここはですね、比較的距離はそんなに長くはないんですけども、はいはい、あそこのフェアウェイがですね、途中一回こう下って登っていきますね。はい、で、あの手前の平らなところまでですと、ここから230か240まででしたら次は平らで打てますけど、うん、それ以上打てちゃうとちょっと左足下がりになっちゃうので、はい、このぐらいで押さえておいていただければドライバーでもいいかなという感じで。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、狙いはもうほぼほぼもう真ん中になります。はい、わかりました。じゃあもう今日はこのまままっすぐピン方向ですね。でフェアウェイセンターになるので、そこを狙って打っていきます。うん、ちょっと左、うん、ナイスです。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。ちょっと左でしたけど大丈夫ですか？あ、そうだったら問題ないですね。はい、大丈夫です。ピンまで110ぐらいですね。ピッチングで打っていきます。あ、バンカーですね。バンカーに入りますね。ちょっと力入っちゃいましたね。ちょうどバンカー気がかかりそうな感じですかね。残り40弱ぐらいですね。56度で打っていきます。ここってバンカーとグリーン距離ありましたっけ？ちょっと距離あるんですよ。ちょっとありますね。ここ、うん、はい、そのまま上がっちゃってください。すいません、ありがとうございます。はい、結構フックしっかりしてますか？そうですね、フックとあと傾斜とね、ちょっとここ目が順目になってるんで、はい、ちょっと上から少し早めのグリーンにはなってるんで、はい、そうですね、はい、ちょっとじゃあしっかりめに読んだ方がいいですかね？そうです、結構ね切れるので、はい、流れていきやすい感じですか？あ、結構そうですね、はい。うん、よろしくです。はい、ありがとうございます。はい、すみません、お願いします。今度こちらです。どちら今、はい、ここはボギーでしたね。もうセカンドがそこの木に当たってバンカーだったので、まあもうしょうがないボギーかなとは思います。次頑張って取り返します。ここ14番パー4ですね。ここはどういうホールになりますか？はいはい、ここは両サイドワンペナになりますけども、はいはい、ちょっと右側ですね、右側の方が全体的に浅いんで、はい、ちょっと右側気をつけていただきたいんですね。はい、なのでセンターよりややちょっと左側が狙い目になりますね。はい、わ、はい、かりました。はい、そこの左ラフにあるバンカーは何ヤードぐらい？ここだと入るのに大体200ヤードぐらいから入って、はい、超えるのでまあ220から230弱ってところですかね。あ、そうなんですね。はい、じゃあ左とは言ってもバンカーには入っちゃう可能性は全然ある。そうですね、結構入りやすくはなってるんで、はいはい、気をつけてください。わかりました。じゃあここは白黒のポールを狙いでいきたいと思います。
ましょう。ありがとうございます。ナイスです。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。はい、はい、すいません。カートドアよりも右行かなければ大丈夫って感じ。大丈夫ですね、はい、はい。ピンまで116ヤードですね。ちょっとフォローピッチングで打っていきます。うん、ナイスです。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、お願いします。ちょっと弱いとスライス切れるような感じですね。左縁に内側ぐらいでやってきます。ナイスです。はい、ありがとうございます。ナイスバーディーです。やっとバーディーが来てくれました。やっぱりここティーショット狙い目がかなり狭い感じなので、ティーショットちょっと距離も短いんで刻んで打ってもいいのかなというふうに思います。今見えるのがムーミンバレーパークですね。ちょっと前にできたやつ、私まだ行ったことないんですけど、ムーミンのレントゲン写真があるらしくて、それはちょっと気になって行ってみたいなと思いましたね。僕は行ったことあるんですけど、はい、あのムーミンってノルウェー、確か北欧、はいはいはい、ノルウェーのやつで料理とかもあって、うん、はいはいはい、なんかそのノルウェーの料理、うん、そういうのも、ね、はい、美味しかったです。そうなんですね。なんか本当大きい公園、自然の公園みたいな感じで、なんかこうフォトジェニックみたいな感じ、じゃあゆったり楽しめるような感じ、うん。そうなんです、アメリカになってて、そう、このかかとのとこもこっちが星でこっちがストライプになってて、ちょうど正常期になってて一目惚れして買いました。ストックも買いました。そうです、もう正常期のデザインはちょっと目がなくて。15番パー3ですね、はい、ここはどういうホールになりますか。ここはですね、打ち下ろしのショートなんですけども、はい、ちょっと手前側はちょっと池がありまして、はいはいはい、ここ手前もちょっとこう受けてる感じになってて、はい、右側もちょっと木が結構せり出してるので、はい、ちょっと右だったり手前だったりちょっと気をつけていただいて、はい、確実にもうグリーンの真ん中狙ってっていただければいいかなという感じですね、はいはいはい。打ち下ろしどのぐらい見えてますか。打ち下ろし今5ヤードぐらいで、はい、わかりました。ありがとうございます。今日ピンまで打ち下ろし165ぐらいなので6番アイアンで打っていきます。ちょっと奥ですか。そうですね、大丈夫ですか。うん、でも大丈夫そうですね、はい、ありがとうございます。ちょっと風に乗っていっちゃった感じありますか、ね、結構風吹いてますよね。そうですね、何番でしたっけ。17番ですね、はい、池越えホールで、うちの名物ホールになりますね、はい、では50度で打っていきます。まっすぐでいいんですかね。そうですね、下なので、はい、上りだと、もうストレートでいいですね。もういいですよね、切れない感じで、
とうございます。打てなくてボギーでしたね。もう旗全部40周年のに変わってるんですね。今は、はい、40周年だと思います。こっちも